ごくしてあげる。私もう少しだったら逃げちゃうわよ。頑張って追いかけてね。執行官を大勢動かしたな。局長さんの戦いを支援するためか。動きを見る限り優秀な奴らだ。普通の執行官より何倍も強いだろう。再建委員会が訓練した部隊とは思えない。それに局長が怪物と戦っているのになぜ加勢しない。どうもおかしい。チッ、グズグズしている暇はない。いずれにせよ中にいる彼女の状況はまずい。急がないとな。まずは死角を見つけて中に突入し彼女を探し出すんだ。うまくいけば奴らに気づかれずそのまま彼女を連れ戻せる。入り口にいる奴らは何かを企んでいるみたいだ。彼女の不利になる。了解。ここは再建委員会の刑務所。まさか中に閉じ込められていたのは。彼らはどこに行った。まさかあの怪物に。落ち着け。余計なことを考えるな。まずは局長を探し出せ。他のことをいくら考えても。人か。こっちだ局長。偶然による誤解か。一人しかいないか。タラン、これを見ろ。この痕跡はまさか。いやあ、どうも。君たちは今極めて不利な状況に陥っている。でも君たちには選ぶチャンスがある。投降した前、君たち全員に今一度チャンスを与えよう。全員だと？あんたはこの部屋に閉じ込められていた人にもそう言ったのか。サビカの精鋭部隊のことならその通り。彼らにも同じチャンスを与えたよ。そして彼らはうなずいた。そんなことがありえるか。彼らに何をした。ここで何をされた。チャンスは全員平等にあるけれど、一人一人を説得している時間はないんだ。だから答えはしっかりと考えたまえ。自分の選択には責任を持たなければならないよ。俺たちを殺してその後はどうする。サビカには俺たちみたいな頑固者しかいない。シンジケートがある限りあんたらに反抗する者が現れる。殺せば殺すほどにな。俺たちをいつまでも踏みにじれると思うな。私が粛清の命令を出せばそのようなことはいつでも可能だ。ただ残念なことにその代償も大きいからね。
だから代替案として君たちのリーダーを拝借させてもらおう。君たちの注目を集めるリーダーが今ここにいる。君たちは彼女を選び信頼している。その名前を利用し大勢の支持者をサビカに加入させた。彼女の選択には大きな影響力がある。彼女が私たちの味方になればそれでいい。きっとそうなるだろう。あいつはそんな奴じゃない。彼女があんたらと組むわけがない。かもしれないね。まあ実際のところ彼女がどうするのかなんてどうでもいいんだ。君たちに彼女が私たちを選んだと見せつけられればそれでいい。彼女を涅槃に連れて帰れば彼女が言ったこともしたことも情報操作でいくらでも変えられるからね。その情報を発信すればサビカはすぐに内部分裂する。他の選択肢を考える者が現れ団結しなくなり互いを警戒しそして攻撃し始めるだろう。まだ覚えているかな。8年前に君たちを裏切ったリーダーのこと。彼は降伏勧告書を何通も公表した。でも実はあれは偽物だったんだ。彼は目覚めなかった。そして起きてもらう必要もなかった。君たちに彼は裏切ったと思い込ませれば十分だった。君たちのリーダーが裏切ったと。あんたらか。全てはあんたらの陰謀か。俺たちの願いなどほんの些細なものだ。それでもあんたらは俺たちを殺し尽くそうとする。シンジケートは踏みにじられる運命から逃れられないのか。さあ時間だ。一人一人を説得する暇はない。さて君の選択は。死んでしまえ！タラン、気をつけろ！あっ！立派な少年だ。彼一人になった時に扉を開けるとしよう。彼ならちょうどいいからね。